ランドクルーザーニュースグループが新たに商標登録された。トヨタランドクルーザーは本流となる300に加えて、ランドクルーザープラドの実質的な光景である250と、再々版モデルである70が新たに追加されるなど、その勢いはとどまるところを知りません。そして、 そんなランド・クルーザーシリーズにさらなるモデルが追加されようとしています。2023年11月17日、トヨタはランド・クルーザー・ニュース・グループという商標を特許庁に出願したことが分かりました。登録カテゴリーは社名やグレード名などに、使用される第12類であることから、 今後、ランドクルーザーニュースグループというモデルが登場する可能性が高いと見られています。ランドクルーザーニュースグループはニュースグループクルーザーの後継ではないランドクルーザーニュースグループという名前を聞いて、多くのユーザーが思い浮かべるのは、かつてトヨタから販売されていたニュースグループクルーザーというモデルかもしれません。 2010年から2018年にかけて販売されていたニュースグループクルーザーは、レトロなデザインと現代的な機能装備が融合したモデルとして、若いユーザーを中心に人気を博しました。その人気は、本来は北米市場をターゲットとしたモデルであったにもかかわらず、並行輸入で手に入れようとするユーザーが多かったことから、 国内でも正規販売されるようになったという逸話があるほどです。ニュースグループクルーザーは一般的にはランドクルーザーシリーズとは別のモデルとされています。ただ、その構造はランドクルーザープラドと共通点が多いことからある意味でランドクルーザーシリーズに最も近いモデルであるということができます。では、 ランドクルーザーニュースグループという名称が商標登録出願されたことはニュースグループクルーザーが晴れてランドクルーザーシリーズの一員となって復活することを意味しているのでしょうか現時点ではトヨタはランドクルーザーニュースグループについて公式なアナウンスは行っていません。ただ様々な情報を総合すると ランドクルーザーニュースグループがニュースグループクルーザーの後継モデルである可能性は低いようです。例えば、先日開催されたジャパンモビリティショー2023では、電動化されたランドクルーザーの姿を示唆したランドクルーザー SE などが出展された一方で、ニュースグループクルーザーの後継モデルと呼べるものは見られませんでした。 また、2023年8月には、トヨタのサイモンハンフリーズ氏が将来の、ランド・クルーザーシリーズの方向性を説明していますが、そこで語られたのは、我々は未来へ向けて、カーボンニュートラルへのさらなる提案や、より手に入れやすくできないかなども考えているということであり、 ニュースグループクルーザーはそのどちらにも当てはまりません。ランドクルーザーニュースグループの正体はミニランクルか。もちろん今後全く新しいモデルが登場する可能性は否定できません。ただ、現時点で商標登録が出願されていることから、ランドクルーザーニュースグループという名のモデルが近いうちに登場すると考えられ、 すでに何らかの形でその存在が示唆されていると思われます。そうなると、ランドクルーザーニュースグループの名が与えられるモデルとして、最も可能性が高いと考えられるのが、2021年12月に発表されたコンパクトクルーザー EV の市販モデルです。コンパクトクルーザー EV は、 スズキジムニーに近いコンパクトなサイズ感を持った BEV であり、そのルックスはまさにミニランクルと呼べるものです。また、戦術のハンフリーズ氏の発言が行われた際には、その背後にコンパクトクルーザー EV と思われるシルエットが映し出されていました。さらに、コンパクトクルーザー EV は、 カーボンニュートラルへのさらなる提案や、より手に入れやすくできないかといった部分とも整合しており、市販化が近いことが伺えます。そして何より、コンパクトクルーザー EV には、ニュースグループクルーザーのようなレトロなデザインが採用されています。サイズ感はニュースグループクルーザーと大きく異なるものの、 そもそもニュースグループクルーザー自体がニュースグループという形式名を持つかつてのランドクルーザーをオマージュしたものでありランドクルーザーニュースグループのニュースグループがそこに由来していると考えても不思議ではありませんいずれにせよ現時点でランドクルーザーニュースグループやコンパクトクルーザー EV の市販モデルについて 明らかになっていることはほとんどありません。ただ、そう遠くない将来に、ランドクルーザーシリーズに新たなモデルが加わる可能性は、非常に高いと言えそうです。